ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村古道作ゼニガタヘイジ鳥物控えより着実四人娘この作品は、オール読み物、昭和26年、1951年、7月号に掲載されたものです。それでは、本文をどうぞ。 第親分明日は100まで生きると決めましたよ八五郎はまた途方もない話を持ち込んでくるのです江戸はもう真夏夏太鼓の遠出が聞こえてところてんにも浴衣にもなじんだ6月の初めのある朝のことでした決めなくった同命の人相なら百二三十までは生けるよ なんんだだっってまたたたそんな欲張ったことを考えたんだ平次は読み差しのもの,の本を畳の上に館に置いて「さて」とたばこ本を敷き寄せましたからかいながらも相手が欲しくてしようがない様子ですこの世の中にはいい女が多すぎますよ百まで生きていたってこいつは見分けはしねえだろうと思いますがね妙なことを感じちまったんだね どこの国にまたおめえが死ぬのが嫌になるような女がいるんだ両国の美人、藤屋ですよ。親分も人の話で聞いたことがあるでしょう。おう、知ってるよ。綺麗なのが大勢いるんだってね。両国の水じゃやが、まるで吉原の張り店のようだという話じゃねえか。大騒に聞いただけで親分はまだ見たことはねえでしょじってみよるにたまにはお参りしておくもんすよ。俺、俺に意見をする機会。 意見もしたくなるやつや。あの店へ減ると八方から美人出りがして、およそ男の子ならみんなカーッとなるやつぜ。およそときたね。おめえの額はますます磨きがかかるようだ。定一美人出りなんて文句は俺はまだ聞いたこともねえ。騙されたと思って藤谷ののれんをくぐってごらんなさいよ。着身女は、沖谷、お滝に,おにお、おみなに、おなみ。 そろいもそろって五甲が指すほどのきれい首だ。その上、お上の乙女が大戸島のくせにこう、おも長でツンとしてやけにきれいだ。八五郎は仕方話になるのです。そんな子のお食は誰だいお食も万身もあれやしません。年上はお北の二十一、年下はおなみの十六で、お滝の二十歳とおみなの十九が中軸。 みんなピカピカしてますよ。ワルポチャうりざね顔、色の白いの、愛嬌のあるの。それから、目の三つあるの耳まで口の裂けたのはねえのかああ、絶対しちゃいけません。一度覗いてみましょうよ。姉さんには内緒で。よ、そうよ。そんなピカピカするのばかり見ちゃ、虫の道具だ。実は、ぜひ、に形の親分を連れてくるようにと、おかみさんに思われたんですよ。なんだ、そんなことかよ。 いつか老命は水蛇屋の脚引になったんだ脚引じゃありません。あんまり綺麗なのを揃えたせいでしょう。間が刺したんですね。間が仲間の妬みか振られ男のいたずらか知りませんが、一番年上と言っても21という女盛りで、油の乗り切った沖田がゆんべ、湯の経理、吉原土手で髪を切られたとしたらどうです どうするものか。着身女の色でいりゃ、こしたらの知ったことじゃあるめ、ね。でもかわいそうじゃありませんか。二十一の女盛り。めっぽう綺麗なのを柳原土手の闇の中へ押さえ、濡れてぬぐいを口に押し込んで、女の命の髪の毛をちょきんちょきんとやらかすのはひどすぎはしませんか。ハサミでやったのか。おいけですから。 一息には嫌いやせんよ。話の様子じゃ、沖田はしばらく目を回していたようで、女入道にされたも知らずに、さぞいびきでも書いていたことでしょう。バカだな。酔っ払いじゃあるねえし、目を回していびきを書くやつがあるもんか。で、くせ者の見当でもついたのか。荒っぽいくせに妙に柔らけえ手触りだったといいますよ。いずれ惚れたやつかなんかの涙ながらの仕業でしょうよ。 色出入りとなると岡戸多いこったから、塔の沖田にも変態はつきはしません。面白そうだな。他人にとっちゃ少しも面白くありませんや。頭に手ぬぐいを巻いて布団をかぶって気が遠くなるほど泣いていますよ。それよりも腹を立てたのは女将の乙女で、大金で抱えた娘を人思いに坊主にされちゃ当分は店へも出せねえ。 ハイソローマで飼っておくと大変な入費で、いやも、ま、う、あ、働き散らしてばかりいるそうで。ところでおめえは誰に頼まれてここへやってきたんだおかみが悔しがって足の胸ぐらをつかむし、起きたは泣いて拝むじゃありませんか。勝畜気のおかみは、女の命と言われる神なんかちょんげる野郎は、貼り付け柱を背負わせるか、火破りにしてでもやらなきゃ、虫が言えねえという言い草だ。おめえはそれを手軽に請け負ったのか ほんと胸を叩きましたよ。綺麗なのに流れたり口説かれたりした日には、しっこむわけにはいきません。江戸一番のフェミニストは、スケロクみたいな気になっているのです。あきれた野郎だ。沖田の親類筋を一つ一つ洗ってみる気かとんでもねえ。あしはまず江戸中の鴨地屋を渡ってみますよ。ふくらはぎまで届くと言われた沖田自慢の生きげんを、ただ捨てられちゃ持ってねえから。 いいずれ金にしたこととだろうと思いますが八五郎は分別顔の顎をなでました「沖きたに未練のある野郎なら生きがたみのつもりであっためてるよ」「そうでしょうか」「八五郎の百まで行きたい話はこのあたりがおしまいでした銭形平次がみこしをあげて紙切り千作に女房の島へ行ってくれそうもないとわかると大して落胆したふうもなく」 ひょいっとおじぎをするともう野草なんかこしらえて鼻歌をそそりながら帰ってゆく八五郎です第二章それからだいぶ日がたちました八五郎もそれっきり沖田の髪切りの話はせず平次も忙しい御用に紛れてすっかり忘れてしまった頃「親分や,やっぱり沖田の家を探し当てましたよ」八五郎は。は 思いもよらぬ報告を持ってきたのですなんだあの話か切られた毛が見つかったところで元の北の頭へ生えすわけにもいくめ仰せのとおりですがね暇に明かして神田下や浅草の鴨地屋を探して歩くとつい目と鼻の岩井町に「お北の毛」にちげえねえ鴨地がありやしたよ少し青く見えるくらいの真っ黒な毛で鴨地屋が切った毛を持ち込まれて買い入れたのが ちょうど沖田がひどい目にあったあくるしそのかもじを借りていって沖田の家と比べてみると確かに同じものじゃありませんか自分の予想が当たったので八五郎はことごとく良い心持ちそうです売ったやつはすぐわかるだろう逃げも隠れもしませんや新し橋のたもとで逃げ足だりとやっている物もらいの猿松あのいざりの小じきが の色男だったのかいやとは見かけによらにか冗談で猿松はただ拾っただけ沖田坊の毛はざっと一箇所を束ねたまま猿松が毎日陣を敷く橋のたもとちょいっと人目につかねえところに捨ててあったというから変じゃありませんかはてねえ及ばぬ恋男が相手なら女の毛をもろに切ったのを肌身につけて温めるに違えねえと親分は言ったでしょ言ったよ おからが切った猿松の野郎がそれをしろってハモジアに売ったこれは一体どういうことになりましょう分からねえな今考えてるとこだするとやはり藤屋の小兵ウベイか沖田の人気を妬んだ者の仕業じゃありませんかそんなこともあるだろうよところで沖田はどうしてるんだジは話題を変えました 思いのほかの元気ですよ。髪を切られた時は23日腐ってましたが今更どうにもならねえんで手ぬぐいを姉さんかぶりにして店へ出るとこれがまた底辺な人気を呼んで両国へ行ったほどの人はみんな不二家を除くからまるでオスナオスナの騒ぎですね。はてね江戸っかの物見だけにも驚くが秋田の人気も低したもんですね。 色白でツンとしたおきたが白い手ぬぐいを姉さんかぶりにして赤い肩だすきでお茶をくんでくれる図なんてものはお色気がこぼれるようで全くたまりませんよ。あっバカ野郎よだれふけよだれじゃありませんやあんまり話に弾みがついてこいつは汗なんで八五郎は平手でつるりと長い顎をなでました。 ところで、同じ着身女の中に起きたとひどく仲の悪いのはいねえのかいやせんや、みんな仲良しで、綺麗すぎるほどの女が4人も5人もいるんだぜ。それにみんな仲がいいというのは五頃の命だが、人務以来の不思議だ。ところが、兄弟みてえに仲良しなんで、兄弟だってたまには喧嘩もするでしょうが、あの4人と来ちゃ全く変わりだねですね。負けず劣らず綺麗だから、 さあぞ互いに張り合うことだろうと思うと大違げで、みんな自分が一番綺麗だと思い込んでいるし、同じように男の客からチヤホヤされるから、仲間喧嘩をする暇もねえことでしょうよ。あれがカゴの鳥の御殿女中かなんかだと、表向きはいらせられましょうかなんかで、取りつましていても、旗にろくな男の切れっ端もいねえから、互いに牙を研ぎ合って、意地悪の限りをやることでしょうが、早娘というもんは、 そこは思いのほかのんきですね。そんなもんかな。大ヶ島のこととなると俺には見当もつかねえよ。もっとも藤屋にもたった一人、念入りにみっともねえ女がいますがね。誰だよそれは、そりゃ。絵女のおへそ。おへそ本名はおいそというんだそうで、深川生まれの、混じりっ気のねえ辰巳の娘ですが、四人の着身女がきれいなせいか、その不器量さというもんは、丸ぼちゃには違えねえが、 色が黒くって鼻が天井を向いて眉がへの字で目尻が下がっておちょぼ口だが小泳ぎの袖ほど唇が厚いえくぼもあるにはあるがえんこがもろにへえるほどのでっけええくぼを考えてみてくださいまあ言ってみりゃおとりさまで売れ残ったおかめの面にすすで化粧をして油であげたような体は十八巻あるでしょうねどしりどしりと歩くと角並み棚の上のものが落ちる をきやがれともかく大した女ですよそれで年は19恥ずかし盛り藤屋の住まいは店のすぐそばの吉川町だから地区から物を運んだりかまどの下を焚きつけたり掃除をしたり買い物をしたりあんな働き者はねえとお上の乙女は目を細くして喜んでやすよ他には藤屋の亭主の岩吉は 四十そこそこ若い自分は腕のいいやしで男っぷりがいいんでいろんな噂をこさえたそうですが今じゃ年寄り猫のようにおとなしくなって水屋の方は女房の乙女に任せあげえ着物を着てブラブラ遊んでやすよ女房の乙女はいい年間のくせに半業のこととなると恐ろしく達者で沖田に男はあったのか沖田は張りに来る男も数あるうちに老人本田健之助とは 別年頃なようで八五郎のこれだけの説明からは何にもつかめません。もっとも三茶屋の女が髪を切られたと言ったような江戸の町に毎日起こりつつあるささやかな事件の前には八五郎が騒ぐほど平次が乗り気にならなかったのも無理のないことでした。 第3章それから3日ばかり経つと事件は急ピッチに進展してしまいました大変な八五郎がやってきたのはつい模様の鬱陶しい日掛け声だけは大げさですが一向大変らしい様子もなくにじり上がってお先タバコを五六服何が大変だ沖田が髪を切られついでに無情を感じて天寺にでも入ったのか <laughs> さあ来ると、手入らずに綺麗なビ国ニができるが、今度は一番若いお女見が、かわいそうに髪を切られましたよ。また湯の消えるか沖田が髪を切られてからは、お神が物騒がって娘たちをしとるじゃ、長年の湯屋にもやれやせん。今度は一人残って薄暮れところで、店じめをしているのを、後ろから忍び寄って首を締め、気を失ったところで髪をちょきんちょきんとやったようで。 気のついた時は店は真っ暗で髪をちょんぎられていたから、おなみをしばらくは手放して泣いたということですよ。続けざまに若い女の子の髪なんか切って、鉄昇なくせもんじゃありませんか。八五郎はまさに奮慢、やる方なき姿でした。そいつは当人の身になったらさぞ悔しいこったろうが、俺はまだ他の用事で手が離せねえ。 ちょうど手ごろな仕事だからおめえ一人の手で髪切り野郎をあげ美人不二家の娘たちに存分にありがたがられる気を起こしはどうだ。へっそれもまんざらじゃありませんね。八五郎は本当にまんざらでもない様子でした。だがこの三茶屋の一茶が江戸中の評判になるほどの騒ぎになろうとは思いもよりません。あやぶん、いよいよ本当の底辺になりやしたぜ。 三度目に八五郎がやってきたのは、それから二日目、少し目の色が変わっております。なんだまた髪切りでもあったのか悔しいが当たりましたよ。今度は青北の妹分、おたきがやられましたよ。夜やか、店じめいか。男に呼び出されて、土手へふらふらっと出たところ、なみのやられた手で首を絞められ、目を回しているうちに、ハサミで髪を切られてしまいました。男というのは誰だお蔵前 木次郎、札差しの和形種で、人間はだらしがねえがちょいっといい男ですよ。最もゆんべ木次郎は、江戸にいなかったことは確かで、札旦那の用事で、二3日目から4人と一緒に千葉の事業所に出かけ、まだ帰ってきません。すると誰か木次郎とお滝の間を知っている者がお滝を誘い出したのか。二人の中の合図を、店中で知らねえものはありません。 それをやられるとこないだっからの騒ぎで夜は一人で外へ出ねえことにしているのがつい夢中になって合引きの場所に飛び出したんでしょう。坊主にされてからじゃ泣いても悔やんでもおっつきませんや。髪切り騒ぎへ俺が飛び出しちゃ慌てたようでみっともねえ。なんか含みがありそうで気になるがもう少し様子を見つくれ。えー、そんなもんすかね。八五郎は花だ不服そうですが平地が自重して動かないので。 どうすることもできませんところで水茶屋の方は繁盛しているのかいい女が三人坊主にされたんだから江戸中の評判っすよ。毎日お客がお砂お砂で。吐きれたもの好きだな。主人夫婦はどうしとるんだ長兵衛にはとんだ幸せだが世間体が悪いので腐ってやすよ。最も亭主の岩吉は名名は頑固だがとんだ色紙で店中の娘と角並変な噂を立てられたりしますが。 弱味をみんな坊主にされちゃう困るでしょう。お苗木はいい年まだが体が弱えんで近頃は気づかれのせいか店へもめったに顔を出さずにうちに寝ている時の方が多いそうですきったけは2人目からは後とは見つからねえのかそれが不思議なんでハモジ屋にも橋のたもとにもありませんよ平次は黙って考え込んでしまいましたその腰のの腰 重そうなのを見ると、八五郎も諦めて帰って行くほかはありません。第四章それからまた二、三日江戸の町も本格的な夏になって、六月の日差しが朝からジリジリ照りつける中を、八五郎の大変が汗と埃の渦を巻いて飛んできたのです。なんだ、八、四人目のビグニができたのか平次も少し慌てました。 たかが紙切りだから八五郎の手柄にさせようと横着を決めているとどうもご中心の様子はただごとではなさそうですそんなこっちゃありませんよ今度という今度は親分が乗り出してくださらないが何がどうしたんだ無事に残っていたおみなが不二家の店先に絞め殺されて髪の毛を輪にしてぶら下げられているのを朝の買い出しの門が見つけて大変な騒ぎになりましたよよし行ってみよう そいつはおおに任せちゃけねえ平次はいよいよ飛び出す気になったのも当然でした三人の娘を坊主にした上最後の一人を殺してぶら下げるというのはいかにも必要で無知で横着です明神下を出たのは六半そこそこ新し橋に行ったのは七つ八時でしたが橋のたもとにはもういざりの猿松がしろの上に 陣母敷いてて右やや左のをやっておりますそれを見ると平次はふと足をよどませました「おい大層精が出るじゃねえか」えー「ええありがとうございますおかげで助かります」猿松はぴょこぴょこと職業的なおじぎをしましたまだ始終そこそこでしょうが日に焼けて真っ黒な顔は思いのほか目鼻立ちも悪くはなく額には人の目につく赤いあざがあり 虫食い頭はわらしべで結い上げて朝のせいかひどくは土ほこりもかぶってはおりません身なりも小じきにしては見られる方右足を昆布巻きにして身近には二本の杖を置き空っぽのめんつうの前に這いずり回りさえしなければ橋のたもとの住人とは思えない男です今朝は妙に人手が多いので 土手の下で朝寝をしていては、小米冥利がつきます。へえ。小米冥利はいいなあ。ところで、藤屋の騒ぎはおめえも聞いたこったろう。なんか変わったこと、気のついたことはなかったか別に気のついたこともございませんが。最初の髪の毛はおめえが拾ったそうじゃねえかええ。橋のたもとの草の中に落ちているのを、くる朝拾いました。 不二家の沖田さんのと知ったらそっと温めておくんでしたが欲しいことをしましたよつまらねえことを言いやがるところでおめえは不二家の4人のお茶組みのうち誰が一番きれいだと思う平次はのんきな問答を始めましたその不二家へおみだ殺しの調べに行こうというやさきらし橋で小記との問答は少しのんびりしすぎます みんな綺麗ですが、そのうちでも綺麗なのは、最初に髪を切られた沖田さんと、運兵衛殺されたというお峰さんでしょうね。もっとも、私っしゃはそれよりも、歳はとっているが、お上の乙女さんの方が綺麗だと思いますが。へえ。その五人の女が、この辺りで合い引きでもするんだろうお滝は現にこの土手で髪を切られているが。よく見かけますよ。 もっとも土手で相引きするのは沖田さんと本田とかいう浪人者それから木次郎さんとお滝さんぐらいのものですが土手の住人は思いのほかいろいろのことを知っていそうですもっとも土手を相引きの場所にしている恋人たちも古事記が土手下のかまぼこ屋から見張っているとは気がつかずここに重大な盲点があったわけですそれじゃあ お滝の時は暗かったかもしれねえがお滝のやられた時はお月様がよかったはずだぜええ、そうおっしゃられると見たような気もいたしますが誰だいそりゃ男か女か足が顔を出すとバタバタと逃げてしまいました何でも若い女のように思いましたがいざりの猿松は 思いもよらぬことを言うのですがそれ以上はもう引き出せそうもありませんそこを離れると平次は「恥、忘れねえうちに言っておくがおめえは不二家の着身女4人とお上の乙女と下女のお磯の身元親元男でいり残らず洗ってくれ下匹引きを56人借り出してやるんだそれからおめえは3人の女が髪を切られた晩と おみなの殺されたゆんべの人の動きを念入りに調べるんだ油断があっちゃならねえよいざりの猿松はくせ者は若え女だと言うがあまり当てにしねえ方がいい男姿になる女もあり女姿に化ける男もあるえそんなことを言いながら土地の下っ引きが長役人と一緒に固めている不二家の店へ入って行きました 第五章、殺された御みは、店先から取り下ろして、磨き抜いた釜の前、熱水のそばに寝かされたままにしてありました。十句というにしては、やや柄の大きい、傲慢な感じのする美女で、これが半裸体の姿に向かれ、多い毛を血小曲げのような輪にして、店先の大釘にぶら下げられた不気味さは、想像にあまりあります。 噂は早くも八方に広がったらしく店先は野じ馬の黒山追っても叱っても脅かしても容易に散らずおしまいには手桶けを持ち出して水をぶっかける騒ぎでした見つけたのは八百屋の若い者で車を引いて三河町へ行く途中不二家の店先にぶら下がっている美人の取り乱した死骸を見て肝を潰した話を。 もう驚いたも驚かねえの」と繰り返しております主人の岩吉は店の奥から恐る恐る顔を出しました四十というにしては若くなんとなくしたたかな感じのする男ですが噂の通りいい男でどこか陰陰無礼なところがあります若い頃いろいろの家業に揉まれて調子が柔らかいくせに腹の中で人を見くびるところがあるからでしょう お騒がせせをしまして、はい、すみままていみん。私もこんなことが続いては商売にも触りますので並行しておりますが」。などと助歯はありませんその後ろから青い顔を出したのは女女房の乙女でしょう。しっかり者という話は聞いておりますが女のやり手によくあるヒステリックな感じの女であまり好ましくはありませんが猿松が言う通り抜群の美しい年間。 美人藤屋の主婦らしい貫禄は十分です。もっともおみなの死骸を見てひどく怯えたらしく、夫の背後に隠れて言葉少なに応対するだけです。四人の女どもは二階に一緒に休んでおります。八条一間ですから、誰が夜中に出たかもよくわかります。昨夜もおみなの他の三人は、 部屋にそっていたそうです夜中におみなが雇用に起きたようで雨戸を開けて手でも洗ったのでしょう。それっきり2階へは帰らなかったと言います。おめえたち夫婦は下の六畳に休んでおりました。どこへも出るはずはございません。他には下女のお磯がお勝手のそばの3畳に寝ておりますが、これは今朝まで何にも知らなかったそうで。これだけの話からは、 何のの手がかりも引き出せないのです。店に続いて住まいの方へ行ってみるとおみなを除く三人の着身女おきたおたきおなみは青い顔をして何やらひそひそと話しておりました三人とも白い手ぬぐいで頭を包んでいる様子がふと平時の笑いを誘いますが苦い顔をしてわずかにこみ上げてくる笑いをかみしめます。<laughs> バカに色っぽいぜ3人揃って手ぬいをかぶったよさ後ろから遠慮もなく張り上げる八五郎を平次は「余っていろバカ野郎」「明け娘が髪を切られたんだ面白がっちゃすんめえぜ」<っ>「平次はたしなめておいて続けるのですユンべは3人とも揃っていたと言ったねおたきとおなみとおきたが髪を切られた晩も間違いもなく後の3人は揃っていたのか?」 それは間違いもありません沖田さんが髪を切られた晩はあとの三人は一足遅れてお湯から出て一緒に帰ったしお滝はそれへ答えました続いてお波が店で髪を切られた時はあとの三人は住まいの方で一緒に晩のご飯を食べていたしお滝のやられた時はあとの三人は「あれお滝さんはまた誘い出されるのかい?」と噂しながら 二階でで寝ていいたというのですはそれも間違いはありませんお皆さんが雇用に行ったのは知っていますがみんな若くて眠いんですもの帰ってこないのを気にもせずに朝まで寝込んでしまいました朝になっても店の方で騒ぎが始まるまで誰もお皆さんのことなんか忘れていたんですものこれは沖田の説明ですこう話しながらよく見ると美人藤谷の4人の評判娘は「 全く粒も揃っており一通り綺麗とも言えるでしょうが最初に髪を切られた起きたと殺されたおみなのほかには大したことはなく職業的な小人と紅おしろいでごまかした美しさで平時にはむしろ剣を感じさせる方が多かったのですその問答が済むとうちの中をざっと見せてもらって最後に下女のお磯に会ってみました。 おかってのそばの汚い三条でそこでもめんものの清らかなのを着たお磯に会った時二次はこの醜い女から異様な美しいものを見て取ったのです4人の着見女は美しくはあったでしょうが少し邪悪で咽頭的で人殺しの騒ぎのあとで朝の化粧をするいとまもないところを見るとむしろ不潔でさえありましたが。 この醜いので評判のお磯にはその汚らしさやみだらなところが毛ほどもなく醜いながらも清潔に整っているのでした四人の着身女のうち生き残った三人は起き抜けの姿を見ると脂臭く汗臭く,汗臭くおしろい臭く川柳のいわゆる青大将の匂いのする初見世の女のような感じですが薄暗い三条にいる下女のお磯は 新しい人への紺の匂いと、健康な乙女の持つかぐわしい雰囲気しか感じさせないのです。下がった目尻、天井を向いた花、セピア色の皮膚、厚い唇、よく太った頬などから、平時は娘の健康と魅力を可愛らしさを抑え見て取って、何か異様な気持ちになります。私は何にも存じません。 でも髪を切ったのも、お皆さんを殺したのも、お茶組さんたちでないことは確かです。あんな、あけっ放しで、あんなに仲がいいんですもの。おいそから聞き出せるのは、これが全部です。第六章わやぶん、変なことになりました。八五郎が明神下へその変なことを持ってきたのは、明る日の夕刻でした。東両国の藤屋に起こった事件。三人の娘の毛を切っ でおみなを殺した下死人はまだわからず散々調べ尽くした上平治は一応引き上げてこの後のやり方を考えているところでした何が変なんだもう髪を切る相手もあるねそれとも下女のお磯でもやられたのかそのお磯が縛られましたよ何岡村の聖吉の野郎が三人の着身女の髪を切ったり一番綺麗なおみなを殺したのは みっともねえお磯の妬み心に違えねえと言うんです。そんなバカなことが。でもあのうちで人に知られず夜中にそっと抜け出せるのはお勝手のそばの三条に一人で寝ているお磯の他にはねえはずだと言うんです。一応理屈はあるがそんなバカなことがあるものか。お磯はみっともねえ女だがとんだ心がけのいい娘だよ。それほどの悪事を企むならなんとか自分に歌芸のできねえ対抗をするはずだ。 沖田が髪を切られてから、おみなが殺されるまでには、一ヶ月も日が経ってるんだぜ。へえそんなもんすかね。肥料さえ悪くなきゃ、俺は、あの娘をおめえの嫁に世話しようと思っていたくらいだ。へえそいつは生えてましたいずれ親類会議でも開いてっから、お返事するとしましょうよ。何を言いやがる。向こう柳原のおばさんの他には、身寄りも親類もねえじゃねえか。 ともかくもう少し待ってくださいよ。ところで、あの、新し橋の物もらいの猿松が、なんか大事なことを知っているらしいんです。散々持って回った末、明日の朝、間違いもなく話してくれることになっているんですが、明日の朝は気になるじゃねえか。なんだって今日すぐ話さなかったんだあのカジキは食えねえから、今晩一晩捨てておいて、ゆすりかなんかの種にする気じゃありませんかあのイザリだって細工ンに決まっていますよ。 夕立が降ると杖を担いで駆け出す口で近所の者はみんなそう言っていますよ。あの左の足の昆布巻きを解いたら思いのほかの丈夫な暗夜が出るに違えねえと。ともかくも気になるよ。言ってみようか八その時はもう暗くなりかけておりました。が平次は何を考えたか少しの躊躇もなく新し橋に向かったのです。が、 の猿松はどこへ行ったか姿もなく土手下の形ばかりのかまぼこ小屋にも夕方から戻った様子はありませんだが八、い言いついてた一応ここを調べてゆこうじゃねえか平次は用意してきた提灯に火を入れると猿松のかまぼこ小屋の家探しを始めましたへっ <laughs> 結構な仕事じゃありませんねあっしも小敷の家の やさがしをしようとは思いませんでしたよ。死んだ親父が知ったらさぞ涙を流すこってしょう。なーにはつまらねえ。おこもと言ってもおめえや俺よりはぐっと工面がいいぜ。ボロがやけに重いと思ったら中には金が隠してあるじゃねえか。へえ <laughs> ふて野郎っすね。なーに、目の色を変えるほどの金じゃねえよ。ちゅうちゅうたこかいと勘定して三眼と二百四十文さ。 おやハサミがありますよやぶんどれ大きいハサミだこれなら娘の毛衣れ楽に切れるぜ下が来たようで明かりを消せ2人は明かりを吹き消して草むらに息を殺しましたと大した用心をする様子もなくのそりとやってきた大男かよだ八五郎が飛びついて 土手の上にねじ伏せるのと平次が早付木に火を移して提灯に火を入れるのと一緒でした「おおめえは猿松」組み伏せられたのはまさに「いざりの猿松」の泣き出しそうな顔だったのですどうするんです親分私は何も縛られるようなことをした覚えはありません何を言いやがるいざりで通っているおめえが2本の足で達者に歩いているじゃねえか 八五郎は襟紙をつかんで二つ三つこづきましたあーいであれは都政ですよいで都政が大事なら足を二三本折って本物のいざるにしてやろうか早分勘弁してくださいよわはところがこのハサミの因縁を聞かなきゃ勘弁できないことになったんだ平治はかまぼこ小屋から見つけた大きなハサミを猿松の花の先に突きつけました ああ、それですかい。そんなら何でもありはしません。沖田さんが髪を切られた時、そこへ落ちていたのを拾っただけで。その髪を切ったのはおめえだろう。何でもない。私は切った毛を見つけて売っただけで。じゃあ、切った人間を知っているに違いえねえ。それを言わなきゃ。平一が決然として立ち上がると、猿松は苦もなく。 申しますよみんな申し上げてしまいます実は沖田さんの髪を切ったのは若い女と申し上げたのは嘘で本当は大の男それも思いもよらない人間でそれは誰だ藤谷の邸主沖田さんの主人の岩吉親分でございますよ本当か平地は念を押しました現に今晩も藤谷のうちへ行って岩吉親分を呼び出し訳を言 で二両の口止め料をもらってきたばかりでこの通りこや野郎尺には触りますが話の真実性は疑いようもありません猿松は海中から二両の小判を出して見せるのです味、勝手二人は藤谷へ飛んだことは言うまでもありません第七章藤谷の亭主岩吉はその晩のうちに挙げられましたが お北のののを切ったのは自分の仕業に違いないなが、は知らないお波とた滝の髪を切ったのもみ皆を殺したのも自分ではないと言い張るのです水茶屋の主人が看板にしている雇い女の髪を切るというのは随分馬鹿げた話ですが女房に内緒で沖北を口説き落としあいない矢に下がっているところを横合いから浪人者本田健之助に取られ 宗家といって大金のかかった雇い女を追い出す気にもなれず生えそろうまで思い知らせてやろうと女房にも隠してハサミを持ち出しお湯の帰りのお北を襲って髪を切ったというのですおなみお滝の髪を切った時もおみなが殺された時も女房の乙女がそばにいたことが分かって岩吉の言い分はともかくも通りました。 そして、岡倉正吉の縛った下女のお磯が許されて間もなく散々叱られた上家へ返されたのは平治にとっては珍しい見込み違いだったのですこの上はどういうことになりましょう親分平治のしくじりは八五郎のしくじりでありました鬱陶しい日は続きました世界は6月から7月になった 富士屋の騒ぎもこれきりになるかと思った頃事件は思いもよらぬ破局へ乗り上げてしまったのです新橋のたもとにいるいざりの猿松が水死人になって両国の橋桁に引っかかっていたと土地の下っ引きが知らせてきたのは7月になって間もなく「そりゆけ!」。平次と八五郎が飛んでいったことは言うまでもありません。 両国橋のたもとに引き上げられた猿松の死骸を見せられて平次もいっぺんに肝をつぶしてしまいました「八これが猿松かえ?」。身なりがきれいでコアキンドの番頭かなんかのように整っているばかりでなく左右の足には少しの不ぞろいはあるが小布巻きのボロを取ってしまっていざりでも何でもなくそれに色こそ黒けれ髪をそって 曲げまで直した顔形も決してまんざらではなかったのです驚きましたねこれがサルマスとどうしてわかったんで小役人や見張りの下っぴきに聞くと額に赤いあざがありますよなるほどねところでハこいつは水死やねえぜ腹も張っていねえし体のどこにも水死人らしいところはねえそのくせ口の中と胸を見ると毒を飲んだ証拠がうんとある 岩見銀山かなんかだろう。この野郎の巣を見よう。平次は早くも死体から毒殺の特徴をつかむと、新橋の田元に引き返しました。何を喜すんで。お一度や探しだよ。この目を探しようが足りなかったんだ。かまぼこ小屋の矢探しは物の,のご判時もかかりません。その結果、平次は小屋の外の石の下から小判で重量の金とそれを入れた 日頃の贅沢な金入れを一つ見つけたのです平次はさらに根気よく探して土手の上まで行くとその頃よく会った空いたままの柳原土手の茶店の一つに女の装帯が落ちておりその茶店の裏には湯呑みが一つととっくりが一本と少しばかりの舐め物が捨ててあるのを見つけたのです八その湯呑みととっくりに 石見銀山かなんかついているだろうあっ家具のは構わねえがなめちゃいけねえそれからおら近所の医者へ行ってそれを目利きしてもらってくる間おめえは金入れと細ひもを持って行って不二家の女たちのうち誰のものか本人に聞いちゃまずいな下女のお磯に聞いてみるがいい承知し人。誰のものと分かってもお磯に口止めしてそっとここへ帰ってこい腹立てちゃならねえよへっ 八五郎と平治は二手に分かれましたあ間もなくここへ落ち合った時平次の持っていったとっくりと湯飲みには間違いもなく石見銀山ネズミ取り役が小手と入っており八五郎の持っていった赤い金入れと細ひもは下女のお磯の証言で間違いもなく藤二家のおみの乙女の持ち物と分かったのです。それダーリは 藤屋へ飛び込みましたがその時はもうお上の乙女は姿もなく手拭いを姉さんかぶりにした三人の美女はいい男の主人岩吉と狐につままれたような顔をしているのでした藤屋の女将乙女の死骸は間もなく大川から上がりましたそうしてこの不思議な事件はうやむやのうちに葬られ三人の着身女はそれぞれ親元に返され 色男の岩吉は江戸払いになってしまいました一見落着の後江戸きをせがむ八五郎のために平氏はこう語るのです悪いのは亭主の岩吉さ着身女を片っ端から口説き落として再現もねえ放らだから女房の乙女はやきもちで気が変になったんだよ最初「北」の髪を切ったのは間違いもなく主人の岩吉だ それが少しも知れねえばかりでなく、髪の毛を拾ってカモジに売ったいざりの猿松には、誰も宴を向けるものもなかった。お上の乙女だけは、大方のことを察したに違えねえ、江戸ること女房を神のごとくなりという川柳があるぜ。ところが起きたは髪を切られても、人気が少しも落ちず、店の商兵衛にも変わりはなかった。そこで乙女は、 浮気な亭主への見せしめに、着味女のだらしのねえのに腹を立てて、みんな坊主にしようと企んだ。なるほどね。幸い、いざりの猿松は、いざりでもなんでもなく足腰が達者な上、おきたの毛を打っても人に疑われなかった。そこで乙女は猿松を抱き込んで金をやって、おなみとおたきの髪を切らせた。土手へ誘い出させたり、店の暗がりで首を絞めたり。 猿松は訳もなくそれをやり遂げたが、おみなの時は少し力が減りすぎて落ちてしまったんだよ。生き返らせようと一応は骨を折ったことだろうが、死に切ったものはどうにもならねえ。仕方がねえから店の方へ引っかついで行って、仕留めをごまかすために店先にぶら下げたこったろう。<laughs> ひでえことしやがる。そこまではよかったが、猿松は偽いざザリで達者な男だから。 乙女を脅かして金をもらうだけじゃ我慢ができず、小敷のくせにいい年間の乙女に思いをかけ、あがなすきがなくどきましたにちげやるめ。自業自得とは言いながら、いざりの小敷につけわされた乙女はどうなったことと思う。とうとう我慢ができなくなって、猿松の言いなりに開いた茶店で相引きすることにし、中言の酒好きとかなんとか言って、猿松の飲む酒に石見銀山を入れたにちげやるめ。 恐ろしいごっつすね。猿松は死んだ。それを土手から転がし落として知らん顔をしていたが、お前が日頃の金入れと、細紐を持って行って、絵女のおそと話しているのを聞いて、乙女は決まり悪さとすまなさで血抜きになったことだろう。そう聞くとかわいそうですね。悪いのは色男気取りの岩岸さ。ところでおそはとんだんいい娘だぜ。どこだハチいずれ、 親類会議の上で八五郎はまだ嫁をもらう気はない様子です野村古道作「銭形平治取り物控えより着見四人娘」「書出オール読み物」昭和二十六年百五十一年七月号より読み切り